天使の 3P は青山サグによる日本のライトノベル作品。イラストはティンクルが担当している。電撃文庫より2012年6月から刊行されている。2017年3月時点でシリーズ累計発行部数は34万部を記録している。第15回電撃小説大賞、銀賞を受賞した老朽部に続く2シリーズ目の作品。 著者自らが作中の曲をボーカロイドでインターネット上に公開するなどしている。2015年10月4日に開催された電撃文庫秋の祭典2015においてユニットプロジェクト決定ドラマ CD 化が発表された。イラスト担当でインクルによって2015年5月2日、同人イベントコミック1級でローキューブとのコラボで港智香ともかと ご当淳が衣装を交換しているイラストのグッズやぬくい、くるみのイラストのグッズ等が反布された。ローキューブと天使の 3P のコラボイラストは2016年3月18日発行のティンクルイラストレーションズクインテッドティーパーティーローキューブにも収録された。児童養護施設。住居として使っている建物の隣に教会があり、ライブの際は礼拝堂を会場にしている。 現在生活しているのは保護者の正義を含めて5人のみで規模縮小のために引っ越す予定だったが、響きに教会をイベントスペースとして運営することを提案され、まず1ヶ月様子を見ることになる。ディアンドファミーユリトルウィングに住む女子小学生3人によるスリーピースロックバンド。引っ越しが決まった際にロック好きの正義への恩返しのために結成されたバンドであり、 正義のヴィンテージ楽器コレクションで演奏するのが特色。当初はバンド名に自動施設と同じ名前であるリトルウィングを使っていたが一緒の名前だと混乱を生むという理由からーカのアルバイト先の店名セイノイの下にあった家族の絆を意味するフランス語由来のリエンデ・ファミユへ改名した。その他の10人リアンド・ファミユに対抗する形で霧夢が立ち上げたバンドグループ。 演奏に合わせきり夢がイラストを描き、スクリーンに映す演出を行う。アニメ版では12話に登場するが、バンド名については決まっていないと言及しており、具体的に紹介されていない。著、青山サグ、発行、角川、期間11巻天使の3 p 電撃ジーズコミックボリュームにより連載。作画は、水谷優玉、ま。原作をベースとしたコミカライズ。 天使の 3P の 3P 電撃模様2013年12月号より連載。作画は大宮。原作の舞台背景を使ったパロディコミック。1話3ページのギャグストーリーで、こんな天使の 3P は嫌だという煽り文句が付けられている。そのため、連載はこちらが先行ながら単行本発行は下記のコミカライズより遅れた。 2016年10月にテレビアニメ化が発表され、2017年7月より9月まで東京 MX 他にて放送された。スタッフはローキューブとほぼ同一で、作中でも当該作品のイラストが登場。演奏シーンにモーションキャプチャーが用いられており、そのうちギターにはラベンダーの元メンバーであるウ住ズミが参加している。次回予告は、 富士テレビのお笑い番組、俺たちひょうきん族のコーナー、ひょうきん、懺悔室を模したものとなっている。天使の 3P、ニコ生活動日誌は、2017年5月3日より、ニコニコ生放送にて、月1回配信されている、ウェブ番組。出演は、後藤淳役の大野優子、紅葉、谷の役の遠藤ゆりか、金城空役の子が青い。ありがとうございます。